皆さんこんにちは。クロスポイント大泉の浜本キャット優太です。日向選手の魅力について、まずは、純粋なところですね。一番純粋なところが魅力で、あとはそれとつながるかもしれないんですけど、練習を真面目で人一倍一生懸命頑張るところです。日向選手とのエピソードについてなんですけど、これは直接的なエピソードではないかもしれないんですけど、僕がキックボクシングを始めたのは大学の時に始めたんですけど、その時に K1 マックスが結構全盛期で、で毎年トーナメントの優勝予想を先輩たちとしていて、でまあ僕は達治選手っていう選手にかけて、でまあ他に先輩とか、小比類巻選手とかにかけてた中に、一番、キックボクシングに対して詳しかった先輩が日向選手を推してたんですね。で当時僕その日向選手をそこまで詳しく知らなくて、でいや本当にその選手が優勝するのかって思ってて、で、まあ、その先輩は実際に湘南格闘クラブで日向選手と練習をしていた先輩だったんですけど、まあ、本当に練習をするし強いっていうことを聞いてて、で実際にテレビで日向選手を見たら衝撃的で、もうものすごく強くて、あこんな強い選手がいたんだっていうのを感じました。で、そこから月日が経ってクロスポイント吉祥寺に日向選手が、移籍してくるっていう話になって、日向選手と、まあ、マスしたりとかいろんな練習できてるっていうことに、なんかこうなんていうんですかねシンパシーを感じるというか、で一緒に飲み行ったりとかもさせていただいたこともあるし、本当に刺激をもらっていて、でまあラウェンジの時とかも声かけてもらったりして、いい先輩です。勇気の授業の魅力は、いろんなジャンルの、まあ、空手家だったり、K-1 ファイターラウェイファイター、レベルスの選手、いろんな選手が、みんなに話を聞かせるために真剣に考えて、人に伝えようとして、自分の経験を話すっていうところが、魅力なんじゃないかなと思ってます。そんな勇気の授業は、締め切りが迫ってます。4月8日に締め切りが迫ってますので、皆さん、聞き逃さないように申し込みしてください。あとちなみに僕の試合5月5日に決まりました。日本ですみません東京で1年ぶりの試合です。後楽園ホールで夕方に試合があるので、僕に連絡ください。よろしくお願いします。待ってます。